ランラランラランラ、あ、BO4 だ。どうも、レノンです。ということで、今回はですね、ブラックオプス4、コールオブデューティーブラックオプス4やっていきたいなと思います。最近動画投稿再開したっていうのはいいんですけれども、モンスターハンターワールドの動画ばっかしになってしまっているので、まあいろんなゲームに手を出していこうかなと思って、モンスターハンターワールドちゃうわ。間違えた。コールオブデューティーブラックオプス4やっていきたいなと思います。ということで、クソ久々に開いて、もうほぼ初戦ですね、初戦。うん。クラス作成とかね、もう、昔使ってたやつそのままです。今の強いのとかわかんない。うん。今の強いのとかマジでわかりません。なんだこれよくこんなん使ってたな、俺。今回は、まあ、一番使いやすいであろう、ランパート。そして、このマッドドックスを使って、チームデスマッチやっていきたいなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。なんだこれ、待って、俺の知らないマップがある。これ行きたい。バリーリポートメイウェイチームデスマッチ。なんかね、エーペックスレジェンドの癖でスライディングしながら移動したんだよね俺。そう、これガチで、嘘じゃなくて、うるっ、近寄る。あー、本当にね、まずマップ知らないから、マップを理解するところからスタートしていくんですけど、おら！大丈夫か？待って、来てる。やる。こっち側から回ってきてるんじゃないでしょうか、敵がって思ってるんですけれども、来てない。なんか上にいるんですけど！そこも登れるの？まずマップ理解。まずマップを理解していきましょう。よいしょ。左から来んとちゃいますか？右は任せたんよと。右は任せたんよという感じなのですが、この上から上がっていこうかな。味方についていって。やはり数の暴力というのは大事だと思っている。後ろから入っていきましょうかね。これは。ナイス！後ろからまた撃たれてる。後ろから来るぞ。待っとこうぜ、ここで。大丈夫か？そこから出るのも大丈夫か？敵は奥に行ってしまったようだな。この上にはいるね！ナイスカット。そしてまだもう一匹行ったような気がして、いますね。下手くそすぎる！一発しか頭に当てれず。相手はケーヌだな。ケーヌはどんな距離でも超万能、すごすご AR ということで、まあマッドドックス、まあ中距離ぐらいいけるけど、まあロングの打ち合いはなかなかきついものがありますんで、そこはエイム力でカバーしていきたいところなんですけれども、敵が湧いている！あぁ！下手くそがすぎるだろう。全世界が笑ったね、今は。全世界が笑うようなエイム力でございました。ということで、あれ？俺トロフィーシステム持ってきてんだけど、何これ、俺いらないんだけど。なんでバッテリーにしたかっていうのは、セムテックスを投げたい。そう、爆弾を投げたいっていう気持ちがあって、この武器にした、じゃあこのスペシャリストにこんにちはしたんですけど、このスペシャリストにしたんだけどね、そう、右から来るんじゃないこれ。やっぱしね、なんか味方との連携噛み合ってなんとか倒すことができました。奥にまだいますね、これ。ここで待つのが最適かと思われますが、いなくなっている。ん、何、あ、いるやんけ。ナイスカット。ということで真ん中見ていきましょう。まあロングが見れる武器ではないんですけど、そこまでロングが見れる武器で、あいつ上手くねえですか。なんかなかなかあの敵に殺されてるなっていう感じがあるんですけれども、そういう印象がすごくあるんですけれども、頑張っていきましょう。うん、どこだそれ。上か、上にいるこれ。上って 見れるのこれ。やばい、セーフ。いやテンペストおじさんですね、懐かしい。真ん中に敵が2、3人いるんじゃないかなっていう気持ちがあるんですけど、どうでしょうか。こっち側が来るのであろうか。ここの味方が殺されているということは、こっちが来るんだろうけれども、こっちが来ると1人、この下から上がってくる可能性が非常に高い。いや、後ろ今見てた方から来てた敵はもう行っちゃってたみたいですね。いやー、俺これランパートの方が使いやすいかもしんない。あらーということで、ランパートに切り替えていきましょう。まあ、ヘッドショット当てちゃえばキルタイムっていうか、めちゃくちゃ見てる、すごいね。まあさすがにリスポーンしてくるっていうのを予測しているのでありましょうか。もうそんな能力も僕にはなくなっている。リスポーンが敵どっちなんだろうっていうのも分かんなくなってるんですよね、自分。うん、こっちが来てるの、あれ、この上、待って、上がれないんですけど、上がれない。おーい、おーい、オッケー。あー、頑張ります。左に2人、左に2枚、奥に1枚、うるっ。
俺やっぱランパートの方がいいかもしれない。なんかマッドドックスむずすぎ、ワロタウンチンチンなんだけど、むずすぎワロタウンチンチン。待って、敵いなくね、そこ大丈夫。後ろから回っていきましょう。裏取りだ。左外周から回っていきたい。左外周から逆に敵も回ってきてるんじゃないかなっていうことを予測して、しっかりとクリアリングしてエイムして回っていくんですけれども、いましたね、ヘッドショット。もう一枚来てる、もう一枚来て、あれ、そっち、そんな狭いところ回れるのかこれ。くっそー。ということで、カスタムが変わったことにより、なんかセムテックスだっけ、セムテックスがなんかあるので、投げていきたいところですね。さーい、あ、奥に引いちゃったな、奥に引いちゃったな、なんでこれ。奥に引いちゃったな、で、こっちに1枚いますね。大丈夫か、こい。わーお、驚き、桃木。驚き、桃の木。レノンの木。いや、そこ半年間ぐらいのブレイクがあるからでありましょうか。全然敵のリスポーンが全く読めません。本当にどこから敵来てんのかなっていうのが全く予測がつきません。難しいところですね。ここ来てんじゃないの、こんにちは。せーい、さすがに2人はやれないかな。仮にエイムが合っていたとしても、2人はやりきれないような気持ちが。腰打ち、必殺腰打ち、オッケー。なに、大丈夫か、大丈夫か、ビリビリしてるぞお前。つい、待って、後ろが来てる。いいですね、いい動き、ノリに乗ってきた。しおり特有の速い動きですね。素晴らしい、スピーディーな戦いが繰り広げられている。まだ来るんじゃないでしょうか。待っていますよ。2枚いる、助けてくれ。爆弾があればいいんだけど、見えない見えない見えない。おるだ、ナイス、1キル、もう1キル、もう1キルいっとこう、もう1キルいっとこう。奥から来てる、やめて、後ろにいるぞこれ。後ろもいない、あ、後ろいなかった。あれ、敵は船体に固まっているのでありましょうか。なんか外周にいなくなってしまいましたね。こっち書くんじゃないですか。みんなでしっかりと見ていきましょう、見つめていきましょう。後ろが来てる、大丈夫か。うるっ、ナイス。あ、まあ、こっちが来てるぞやっぱ。まだリスポーンはこっちのようだ。セミテクスを投げましょう、この辺かな。せい、あー、痛くそー痛い痛い痛い、あぶねえ。自分のセミテックス、自分の爆弾ちゃんが当たっちまったようですけれども。待って、こっちが来るぞ。3、2、1、せーい、待って、別のやつが狙ってる。逃げます。引くことを覚えるカス状態、引いていきましょう。待って、その2つが一瞬来る、まさかのビリビリマシーンと敵が一瞬来てしまったようだな。痛い、お、82対83、拮抗しますね。均衡拮抗、バチバチですね。言葉の使い、敵の最後の追い上げ、なかなか今ので差を詰められたようですね。頑張っていきましょう。7ポイント6ポイントかな、6ポイント。あ、でも結構な差がついている。ここを塗り替えるのが俺たち、ここを塗り替え、なあ、サプサ強くね、ガチで分かんないんだけど、こんだけ喋ってるとね、足音なんて聞けたもんじゃねえ。裏取り食うか、18キル19レースなんだけど、普通の人やっけ。18キル19レース、なかなかのクソ微妙な結果を残してしまったので、もう一回いきます。 I will not fail. I will not fail. Team Deathmatch. Team Deathmatch.頑張りましょう。懐かしいね、この武器も。うん、 1.5 倍サイトをつけてるとなんかリコールしやすいみたいなのがあって、スピットファイの 1.5 つけてるんだけど、いいね。おるっ、待って、来てる、めっちゃいるこれ。うわっ、止まれ、あー、全然カット全然カットだよ今の、クソ下手やんけ。こっちから来てんじゃないかな、リスポーンが逆になってたりはしないね。あれ、ナイス、全然キルできない。上か、上かよ、畜生、下にいいのかと思った。あの上はなかなか強いですね。ということで、まあ、どこにリスポーンのビーコンで、タックデプロイビーコン置こうかなと思ってるんですけど、ここいるな。ブルブル、これがスピットファイアの力じゃ。おじ、これこの上いるんだよね、ずっと。上がるわ俺、みんなで上がろうぜ。上がれない、待って、反対来てるな俺。あれ、
こっちいる、右にいる、大丈夫か。ナイス、待って、もう一人来てる。いやここにビーコンを焚いて、こっち側から来る敵ナイスカット、こっち側から来る敵をなんとか倒していきたいところですけども、戦隊1枚いるね。そしてこの上まだいるな。この上のやつやっていくか。奥にもいるんだよねこれ。待って、上のやつ殺されてると大丈夫。いなくなった。やっぱでもこっちじゃないですか。危ない。どこがヘッドショットなのか俺分かんないんだけど、今のどこがヘッドショット。みんな静かに、みんな静かに、来るよ来るよ、みんな静かにして来るよ来る。あ、みんな静かにして来るよ。降ります。降ります。うわ、あ、もうちょっと近くの方がいいのかもしれないですねこれね。あの距離だと、あの距離だとちょっと威力減衰、あの距離だと威力減衰、米津玄師みたいな。味方が左回収から攻めてるので、同じ方向からぐるっと攻めていってるところです。距離でどこにいるんですか。後ろだね。あ、味方や、あれいるやないか。ナイス。待って、リスポーン変わったんじゃない、ここまで来たら。ここに置こうじゃん。リスポーンもうそれか。うるっ、待って、まだいる。え、まだいるぞこれ。何あいつ、何だあいつ、何だこいつ。はぁ、あ、新しい、そういうの俺からしたらチートに見えるんだけど。新しい、そういう動きは俺からしたらチートに見えますね。やっぱりね、リコイル制御が難しいということで、近距離でもうエイムしてしまった方がいい気がしてきた。エイムしよう。なんかね、スピットファイの攻撃ってすげえブレる。まあ、エーペックスでいう、まあ、Lスターみたいなもんなんで、俺も置こう。エーペックスでいう Lスターみたいなもんだから。あっち、あっち、あっち！大丈夫か？は？この上にめちゃくちゃいる。大丈夫。はい、こんにちは。痛い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 ！これなんだっけ、このリボルバーの名前忘れてしまったんですけれども、このリボルバーの名前何、名前の名前がかっちゃうかな。うるっ、来いなはー、アナヤレーターだった。ナイス。多分こっちから逃げてくる、一人か二人ぐらい。当たらねえ。ハスタイルタグデプロイビーコンオンライン。アスタアタックデプロイビーコン。じゃあこっちはここに置いてやるよ。よいしょ。この上いるんだろうな、多分いるね。なんでこの後ろにいるの多くね。ナイスカット。こっち倒されてるぞ。おるおるうるっ、いるぞ。当たれ、うるっ、うるっ、待って、まだいる、助けてくれ。なんかオラ強くね。オラ強えんだけど。オラ強えっす。オラっていうのがめちゃくちゃ強え。ということでこっちからもう一枚いきますね。いやーで、今回の動画さ、一回もさ、一回も、あっ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 ち、一回もスカーストリック回してないんだけど俺。大丈夫かな、一回もスカーストリックを回せてないっていう、そういう事件だな、もうもはやこれは。もはやこれは実験ですね。もう、めぐれ警部に操作してほしい、本当に。ガチでめぐれ警部に操作してほしいわ。切るときがこれ。まだ来る、まだ来る、まだ来る、まだ来る。絶対まだ来る、絶対まだ来る。来てるね！ 2 枚入ってる、ここ。大丈夫か？オッケー、ナイス。味方との連携。いやー！ビリ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 。これは最後に向けて、あ、ということで、まあ、最初の方はうんちだったんですけど、まあ、最後の方ね、うるわ戦法でなかなかいい結果が残せたんじゃないかなと思います。結果的にも勝利したんで、素晴らしい結果じゃないかなと思います。お、めちゃくちゃ噛んでいく思います。